サラーサを救いたい？いやー、サラーサとカトルの限界超越突然来ましたね。この前のアップで明けの7時に来ると思っていたんですがね。カトルの動画は昨日投稿しました。奥義に追撃 10%、4ターンがついてかなり強化されましたね。一方、サラーサは、とりあえず性能を見てみましょう。そもそも、サラーサには斧モードと剣モードがあり、奥義やアビの内容が異なります。そして、奥義を打つことでモードを入れ替えることができます。開幕は斧モードですが、基本的に剣モードの方が強いです。まずは、アビと奥義の演出を見てみましょう。斧モードの奥義は、自分の土属性攻撃力 20% アップでしたが、限界超越でディスペルが追加されました。もともとの効果が弱すぎたのに、追加されたのがディスペルって。この前採集されたバジラにも、奥義にディスペルが追加されましたが、それとは事情が異なることを、運営は理解していないんですかね。剣モードの奥義は、無属性999999ダメージ ×2 回でしたが、限界超越で3回になりました。無属性が1回増えただけか。確かに奥義も微妙ですが、一番問題なのは3アビのグラゼロですよね。HP99% を消費して無属性ダメージを与えつつ、土属性防御ダウン 25% を入れられます。おまけ程度のバリア3000もついていますが、フルオートでサラーサ使うと、グラゼロ打って瀕死になってしまうんですよね。このツイートを見てください。エウロペフルオートでサラーサ使ったら水牢で不死身全部消費して消えていった。と、これが昨日動画出せなかった原因です。なんでこれが140リツイートもされてるんだ。NG シーン集として動画の最後に動画載せておきます。限界超越のレベル120以降ではアビリティの調整も入るみたいなので、それに期待したいと思います。個人的な希望を言いますと、まずは、斧モードと剣モードを融合させて常にどっちの効果も使えるようにしてほしいです。せめてこれぐらいしないと、今の環境ではやっていけないかと思います。他には、グラゼロの HP 減少をなくすか HP 減少割合を減らしてほしいですね。そうすれば、フルオートでの使い道が出てくると思います。もしくは、HP 減少は 99% のままで、回復をつけるか、瀕死状態の時1アビに追加効果などが欲しいですかね。パッと思いつくのはこんな感じです。サラーサ自身が弱すぎるのではなく、他の土キャラが強すぎるんですよね。例えば、クリスマスナルメア、マキラ、ゼタラガ、レオナ、サンダルフォン、クリスマスマギサ、黄金の騎士などなど。グラゼロの土属性防御ダウン 25% は、マキラにアビと効果量同じですし。クリスマスマギサは、奥義で追加ダメージを与えつつディスペルができる、とサラーサより強いような気がしています。手動もフルオートも厳しいということで、いろいろ使い方を考えていました。普通には使いにくいので、なんとかして活かせるところを一つだけ見つけました。一旦、動画をご覧ください。はい、金銀スライムで自身も育成枠になることで、5人まとめて育成できます。いや、それぐらいしかなかったんですよ。
余談ですが、私サラーサにクオン入れてるんですよね。この3人の並びを見れば、わかる人はわかると思います。そう、昔のアルバハ HL 土パのメインキャラたちですね。当時は水剣豪全盛期で、バジラやグレアにクオン入れている人が多い中、両方持っていない私は、アルバハで使っていたキャラに入れたんですよね。今となっては、誰も使っていませんが。最後に、水牢効果に殺されるサラーサの動画流して、終わりにしたいと思います。それでは、